公共曲第32番波長情報冒険 I-32 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1760年頃に作曲した公共曲。初期の公共曲の一つでエステル・ファージ家に使える以前のボヘミアのモルツィン博に使えていた時代に書かれたことがほぼ確実である。ハイドン初期の公共曲は三楽章形式のものが多く四楽章でも 感情楽章から始まる境界そなた風の構成を持つものもあるが、この曲は後のハイドンの公共曲と同じ両端楽章が早い音楽章形式をとっている。しかし、内側の楽章は第二楽章がメヌエット第三音楽章が感情楽章となっており、後のハイドンの公共曲とは逆になっている。このような構成を持つ公共曲は本作の他に、 初期の作品にいくつか見え、第15番、第37番、及び公共曲 B がある。初期以外では、第44番、悲しみと第68番のみである。本作と第33番は、トランペットとティンパニを含み、何か祝典的な機会に演奏されたと考えられている。大ーに、ホルンに、トランペットに、ティンパニ、第一バイオリン。 第2バイオリン、ビオラ、低音。トランペットやティンパニだけでなく高音シーカンホルンの噛んだかい音も特徴的である。全4楽章、演奏時間は約20分。ありがとうございます。